2018年1月15日、19時13分、最悪の出来事を語るスレ。流れぶった切ってごめん。自分語り入っちゃうし、こういうところだとありがちな話だから、つまんないだろうから苦手な人はスルーでよろしく。自分は地味で勉強も運動もダメな人間だったので、ずっといじめられてきた。クラスに絶対一人はいる、ガチのダメ人間だった。高校に行くと、気が小さいくせにぶれてさらに落ちぶれて家族からも見放されて、卒業する頃に両親と妹からも殴られ、恥さらしだから家を出て行け。と言われて以来、ずっと一人暮らししてた。適当にフリーターやってそこそこ稼いで自分一人だけで生きて。こうやってずっと一人で生きて、このまま誰にも見取られずに消えてくんだろうなって思ってたら寂しくって、普段行かない会社の飲み会に誘われたから行ったら、横にいた男の人と仲良くなった。コミュ障で暗い自分にも気さくに話しかけてくれて、人生で初めて男の人とまともに話した。ぶっちゃけこんな私に話しかけてくるとかこの人気持ち悪いなって思いつつも、他に話せる人がいなかったから、その人とずっと一緒にいた。その後から仕事場でなんとなく話せるようになって、その人以外とも、ちょっとずつ人と関われるようになった。そんな風に思えるようになったのはその男の人のおかげだったし、なんかお返ししたいなって言ったら、じゃあ結婚を前提に付き合って。って言われてびっくりしたけど、勢いで OK して、付き合って1年してから結婚した。高校卒業以来会ってなかった親にも連れてったけど、玄関先で、お前みたいなダメ子が連れてきた男なんてどうでもいい、迷惑かけることだけはするな。婚姻書にはサインしてやるけど、二度と顔出すな。と言われ、サインだけしてもらってそのまま帰った。帰る時に、あんなんでも親になれるんだったら、僕たちはもっといい親になれるよね。なんて話しながら帰った。その足で彼の親のところに行き、すんごく優しいご両親に会って、普通の家庭というものを初めて知った。そのままトントンで式の話が進み、うちの親も呼んだけどスルーされたので、結局義両親と私たちだけで、ちっちゃい式場でなんちゃってウェディングしただけだった。それが人生の絶頂だったんだろう。私みたいな人間が人並みの幸せなんて手に入るはずないのに浮かれてたのか、彼が、っていうか旦那が浮気してたことに全然気がつかなかった。浮気を知ったのは、相手がうちに突然来て全部話してくれたから。相手は元カノさん、私とは全然違う世界の人って感じで、美人で良い大学出て良い会社に勤めててすごく堂々としててかっこよかった。担当直入に、旦那とは別れなさい。あなたはあの人には釣り合わないし、自分でもわかってるでしょ？ここはあなたのいる世界じゃないんだよ。と言われて、不思議と怒りとかは湧いてこなかった。元の世界に戻るんだな、やっぱりなーって感じで。私もそう思ってました、変だと思ったんだよなーって返したら、ほら、ぼさっとしてないで早く出てって。もともとはここは私たちの家なんだから。って尻を叩かれる形で追い出された。今まで幸せだったのってやっぱり夢だったんだなぁ、そうだよなぁって、とぼとぼその辺歩いて、とりあえずビジホに泊まってぼーっとしていた。悶々とこれからのこと考えてたら寝てて、気がついたら着信いっぱい来てて全部旦那と義両親だった。話し合いとかするの怖いし、怒られるの怖いし、かといってこのまま家に帰れるわけでもないし。これからのこと考えるの怖くて、一泊してからそのままとんずらした。幸い一人暮らし時代にガツガツ仕事してたからお金はそれなりにあったし、なんかアドレナリンが出てたのか妙にウキウキしてて。そのままバックパックみたいにその場その場で必要なもの買って、気が向くままに電車乗って一人旅をした。めっちゃ楽しくて、気がついたら半年くらい家を出てた。着信はたまにあったけど徐々に減ってって、半年経つ頃には携帯も鳴らなくなってた。半年過ぎた頃に金も心もとなくなってきたので日雇いの仕事で稼いで、そこで仲良くなった人に、今で言うと駆け込み寺みたいなところを紹介されて、住む部屋見つけたら、またバイトで食い繋いでた。関西にあるんだけど、知ってる人いるかもしれない。この頃自分は、なんか色々あった気がするけど、人間やればできるんだなぁ。私って案外ダメ子じゃないかもって、またもう浮かれてた。仕事もあったし、事情話したらいろんな人が助けてくれて困ることはなかったし、むしろ前よりもずっと良い生活できてた。生活基盤ができたら今度は家の中をもうちょい綺麗にしたくなって、仕事から帰ったら日用品自作してみたりしてめっちゃ有意義な生活していた。相変わらず一人だったけど、いろんな人に囲まれて寂しくはなかった。気がついたら3年近く家を出てたことに気がついて、そろそろ探偵とかで調べられてたら見つかりそうだったから、訳を知ってる仕事場の人に相談してみたら、実はだいぶ前から、旦那さんに、あなたがここにいることを知られてる、と聞かされる。そして定期的に連絡来てて、私の様子を聞かれていたらしい。口止めされていたので言えなかったけど、ここいらで一度家帰って、話し合いして、帰ってきたくなったらまたおいで。と言われて、またも強引に追い出されて、私はそのままとぼとぼ家に帰ることになった。
そして家について鍵開けたら、私の昔履いてた靴があった。人の動く音がして固まってたら、一瞬知らない人かと見間違うくらいに痩せた旦那だった。言葉で説明できないけど、いろいろ話そうとしてたのに、セリフとか考えてたのに、言葉が詰まって出てこなくって。もじもじしてたら、旦那が土下座して泣いて謝るので、私も子供みたいに泣いて、旦那の背中にすがりついて、お互いに謝り倒してた。これ5年前の話なんだけど、今、普通に一緒に家に住んでて仲良く暮らしてる。あの頃のことには触れないけど、多分普通の家みたいな生活している。不思議なほどすんなり二人の生活に戻れてて、たまに不安になるくらい。あの後もとかのの話とか聞いたけど、私を追い出した後、私よりも旦那の方がずっと修羅場だったらしい。関係解消するのに時間かかるし、元カノは暴れるし、企業心はいろんなところに謝り倒して、旦那も私を探しつつ仕事して、やっと見つけたけど、結局勇気が出せずに声をかけられなくって、何度もトンボ返りしての繰り返しだったらしいけど、私は知らなかった。でも今、すごく幸せだったりする。あの時のことはたまに思い出すけど、胸が痛むとかはない。ああ、まとめるの下手でごめんなさい。書いたらすっきりするかと思ったら、下手くそだし逆におかしなことになってしまった。お目汚しして申し訳ないのでこのまま消えます。失礼しました。なんか好きな感じの話。お幸せにね。そもそも旦那さんは浮気してたの？元カノがハイスペックだけど、父のストーカーだった感じなのかな？ほどほどの長さだし読みやすかったよ。毒親が家の毒親と似てる。読みにくそうに見えて、内容が面白いから全部読めたよ。元カノの狂言だったのか本当に浮気してたのが元サヤになったのか、どっち？また出てきてすみません。旦那と元カノの言ってることはだいぶ違うけど、毎回ホテルで会ってたのは本当。メールでのやりとりとか見せてもらったけど。結婚するなら君との方が幸せだったかもしれない。じゃあ私が迎えに行ってあげる。っていうやりとりしてから、元カノがうち来て私を追い出すって感じ。旦那は帰ってきたら私がいなくなってて、私のもの全部ゴミ袋に入れられてて、元カノがエプロンつけてご飯作ってたのでびっくりして、冗談のつもりだったのに本気にされたこと。そもそも元カノ、この時別の人と婚約中だったはずなのに、なぜうちに？という感じだったらしい。私が帰ってきてから元カノには会ってないし、本当にあの日が最初で最後だったから、本当なのかどうなのかは私もわからない。旦那も自分を振ったハイスペ美人な元カノが来た時、舞い上がってたんだと思う。なんだ、旦那黒なのかよ。そういや一点の曇りもなければ、見つかった時にすぐに会いに来れるよな。見守りつつ躊躇してたのは罪悪感からか。でもまあ元さやならよかったね。お幸せに。